はい、皆さん、こんにちは。歴戦2コースの河原です。では、2020鑑定理論演習対策講座講義編、1回目の講義を行っていきます。鑑定理論は、論文主義試験においては、記述をしていく論文と、計算をしていく演習という形で出題形式が分かれていきます。で、この演習対策講座というのは、名前の通り、計算をしていく演習の対策を行っていく、講義編6回、答練編2回の講座ということになってきます。演習というのは、一言で言うならば、基準留意事項の理解を前提とした上で、それを具体的な事例に当てはめて、電卓を使って計算をしていく、そういった問題ということになってきます。演習というのは、基準留意事項の理解を前提とした上で、それを具体的な事例に当てはめて、電卓を使って計算をしていく、計算問題ということになってきます。で、まずはですね、実際にちょっと本試験問題を使いまして、演習のですね、特徴を確認していきましょう。はい、こちら、平成30年度の実際の本試験問題ということになってきます。過去の本試験問題は、国土交通省のホームページの方にデータが、問題用紙だったり回答用紙がですね、アップされてますので、皆さんもね、見たり打ち出したりすることができます。はい、ではこちらですね、問題用紙は、A4 版の問題用紙ということになってきます。これ A4 版の問題用紙ということになってきます。で、はい、これ平成30年度の、不動産の鑑定評価に関する理論、演習問題ということになっていきます。演習は3日間の本試験の、最終日の最終科目、午後の科目ですので、3日目午後1時半から3時半で2時間でですね、問題を解いていきます。では、いくつか注意事項ですね。まずは注意事項ではね、縦3のところを見てください。問題用紙は表紙を含めて20ページ、19ページから20ページまでの白紙は、白地は計算用紙でつなっています。表紙と、計算用紙の2ページを除くと、17ページが問題文として与えられているということになってきます。かなり大量の問題文ということになってきます。記述をしていく、論文の方ですね、記述をしていく教養科目と同じ論文の方というのは、A4 版で、横書きで、表紙を含めても大体3ページぐらい、問題用紙自体はこう2ページぐらいが、記述をしていく論文の問題用紙です。一方、演習は17ページとか、大量の問題文が与えられているのが特徴ということになってきます。で、続いてでは回答用紙ですね。縦3、続きの文章2行目。回答用紙は表紙を含めて9ページとなっています。表紙を除くと8ページですね、回答用紙が与えられています。やはり対比的に、記述をしていく論文の方は、1問あたり、1ページ25行の回答用紙の、2ページ50行ですね。記述をしていく論文の方は、1問あたり、25行の回答用紙が2ページですね、50行。で、それが2問なんで、かける2セット。2問で4ページの回答用紙が与えられるのが論文ということになってきます。一方、演習は8ページですね。やっぱ回答用紙自体もかなりの量がですね、必要になってきます。では、回答用紙も実際の本試験問題を使いまして確認していきましょう。こちらもね、国土交通省のデータを打ち出してきました。回答用紙はこれ B4 版ですね。かなり大きめの回答用紙ということになってきます。で、表紙にこう名前とか受験番号とかね、そういったものを 書くような欄がありまして、で、2ページ目から回答用紙ということになってきます。ちなみに、こう左上が大体ホチキスで止められていて、こう外せないようになっています。で、ページめくりますと、まず演習問題の回答用紙の特徴としまして、あらかじめ回答用紙にこうね、項目が印刷されているのが一つ特徴になっていきます。項目立てがあらかじめなされているということになっていきます。例えば、問いの1の小問1としましては、本件鑑定評価で求めるべき賃料の種類とその理由を記述しなさいですね。そういった項目立てがあらかじめ回答用紙に示されています。ちなみに論文の方は、こう白地のね、こう25行ですね、行数ね、行が示されている50行の回答用紙が与えられているだけです。特に項目立てとかね、あらかじめ、記載されてませんので、こう自分で項目立てとかも行っていく必要があります。単にこう行だけが示されている50行の回答用紙が与えられるのが論文の方です。項目立て等々も自分でね、行っていく必要があります。あとは演習ですと、例えば問いの1の小問1というのは、こう3行以内でこの小問1については回答をね、作成していく必要があります。つまりはこれ、行数制限ですね、上限が示されています。
産業という形でこう記述をしていく行数が指定されている行数制限が課せられているのがもう一つですね、鑑定理論演習問題の特徴ということになってきます。問いの1の小問にもそうですね、産業ほどでこう記述することが、ね、求められています。やはり単位的に、記述をしていく論文の方は50行与えられていて、例えば小問の1から小問の3あったりしても各小問の行数というのはこうやっぱ自分で判断していく必要があります。50行の中で小問1から小問3をこうバランスよく自分なりにこう何行を使って小問1小問2小問3書いていくのか、自分でね行数というのを判断していく必要があるのが、まあ、記述をしていく論文の方ということになってきます。さらに特徴としましては、こう下の方行きますと、あらかじめ回答用紙にこのようなこう、ね、計算式が枠だけですよね、空欄の形で示されています。これ取引事例加工の計算式なんですけど、このような形で回答用紙にあらかじめ計算式が空欄の形で示されています。この空欄に自分のこう数字を入れていってこう計算していくね、そういった形式になっています。これがあの演習の、ね、回答用紙の特徴ですね。こういったものがね、大体こう8ページとか9ページ与えられるということになってきます。で、演習というのは、まあ、電卓を使って計算をしていくんですけど、特にあの高度な数学は必要ありません。微分とか積分とかそういったものは行いません。単純に足し算、引き算、割り算、掛け算を行っていきます。ただ、難しいのは、先ほどのこう大量の問題文だから、必要な数値を探し出すって作業が必要になってきます。17ページならば17ページの大量の問題文だから、必要な数字をこう、ね、探し出す、注意する、そういったことが必要になってきます。つまり演習問題のこの問題文の読み込みに慣れるというのが演習対策としては非常に重要になってきます。17ページの問題用紙だから、ね、問題文だから、このあたりを見れば必要な数字があるんじゃないかって形でこう慣れていくことによって、必要な数値をですね、迅速に探し出せるように演習問題のこう、ね、読み込みに慣れていくというのが一つの、ね、こう特徴ということになってきます。で、演習というのは数字を使って特に手法について計算をしていきます。数字を使って計算をしていきますので、手法の適用の過程がこう理解しやすいんですね、数字を使う分。なので演習をしっかり行うと、特にこう記述対策、論文対策としての手法の理解が促進されることになります。なので論文対策の理解を演習の方に生かして、ね、演習の方で学んだ数字を使った手法の流れを今度逆に記述論文対策の方にですね、こう使っていくって形でこう相乗効果で両方ですね、こうリンクさせて勉強していく必要があるということになってきます。はい、ではあの講義編6回分ね、6回講義を行っていくんですけど、この6回使って講義の中で具体的にどういったことをやっていくかといいますと、まずは価格を求める基本的な参照ですね、原取集で語呂合わせ、まあ、原価法、取引事例価法、収益還元法ですね、参照を学んでいきます。あとは更地の鑑定評価における、ね、特有の手法であります開発法ですね、開発法についても学んでいきます。さらには、まあ、最終回あたり6回目あたりで国土交通省がこの演習問題についてサンプル問題というのを公表しています。国土交通省のサンプル問題を使いまして、特にこう演習問題の特有の問題文の読み込みですね、読み込み、どういったところをチェックするのか、そういった演習問題の読み込みについてサンプル問題を使いまして確認をしていきます。はい、で使うべきテキストなんですが、お手元この鑑定理論演習対策テキストというのが届いていると思います。こちらを使いまして講義編ですね、全6回講義を行っていきます。でちょっと表紙のところをちょっと見てください、はい、演習対策テキストの表紙のところを見てください。枠囲みで2つほどね、注意点が、まあ、お願いが示されています。まず演習対策というのは電卓を使って計算をしていきますので、あの電卓が講義を受講する上で必須になってきます。もうすでにお手元準備されている方も多いと思うんですけど、もしもお手元まだ準備されていない場合には、これから説明していきます電卓選択のポイントを踏まえて、今講義見るのを一旦止めていただいて、電卓を準備していただいた上でこの後の講義ですね、受講していくようにしてください。では電卓選択のポイントですね、確認をしていきます。まずは1つ目、縦1、おおむね12桁まで計算できるものを選ぶ必要があります。で縦に、数字の表示が大きく見やすいものを選ぶ必要があります。だいたいですね、こういった手のひらサイズの
電卓を選んでいただければ、だいたい12桁ですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12ってことですね。ちなみに、見えますかね、12デジットってありますよね、まあ、12桁ってことなんですけど、だいたい手のひらサイズの電卓を選んでいただければ12桁で、あのね、表示が見やすいものになっていると思います。まずは表示が見やすくて12桁表示できるものを選ぶということになってきます。で、続きですね、たてさん、最低限 GT 機能、メモリー機能がついているものを選ぶ必要があります。それはこの電卓のボタンの中に、まずはこの GT というボタンですね、まあ、グランドトータル機能というんですが、この GT というボタンがついているもの、 GT 機能ですね。あとは M プラスとか M マイナスとか、こういったボタンがついているもの、これメモリー機能と言います。 GT 機能、メモリー機能ですね、この2つの機能がついているものをですね、選んでいただく必要があります。で、続いて縦4ですね。縦4、ソーラーパワーだけでなく電池も内蔵しているものを選ぶ必要があります。つまりは電源としましては、こう裏見ますと、こうね、電池を入れるところがあって、とともに見えますかね、このソーラーパネルがありますよね。で、これ実際電卓もこうツインパワーってなってますね。つまり電池とソーラーパネルですね、2つの電源が備わっているものを選ぶ必要があります。電池だけですと電池切れの恐れがありまして、あとソーラーパワーだけですと暗いところとかですと動きが鈍くなったり、こう表示が薄くなったりしますので、電池とソーラーパワーですね、両方備わっているものを選ぶ必要があります。あとは願書に記載されている注意事項がありまして、はい、縦語見てください。紙に記憶する機能及びプログラム入力またはプログラム記憶機能のない、計算機能のみのもの、貫通電卓は不可となっています。要は高度な電卓は選んではダメなんだということになってきます。はい、で、一応私講義の中では3種類ほど電卓をですね、一応ね、使い分けていきます。まずは1つ目、私がね、もうずっと昔から使っていますこうカシオ製の電卓が1つ目で、2つ目が先ほど示しましたこうシャープ製ですね、シャープ製の電卓。あと3つ目がキャノン製の電卓ですね。一応3種類。やっぱりこうメーカーによって入力の仕方とかボタンの、ね、位置なんかも違ってきます。で、お手元ある場合にはですね、まあ、手のひらサイズの要件備わっている電卓ある場合には、ね、それをね、準備していて、ない場合には、大体量販店行きまして、3000円から5000円くらいの手のひらサイズのものを買っていただければ、先ほどの要件クリアできているはずです。で、大体メーカーとしても、カシオ、シャープ、キャノン製がずらーっと並んでると思いますので、まあ、いずれかですね、いずれか、まあ、3000円か5000円か5000円くらいで、手のひらサイズのものをですね、選んで準備をしてほしいということになってきます。とともにですね、もう一つ注意書きがありまして、はい、下の枠のところを見てください。演習対策講座においてはマーカー等を使用して講義を行います。ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、パープルのマーカーと赤と青のペンを各自ご用意願いますということになっていきます。講義の中です、マーカーで色分けをしていきます。余計なのでちょっと費用をかけさせてしまって申し訳ないんですけど、できれば色としてはですね、マーカー5種類ですね、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、パープル、このあたり、あとは赤と青のですね、ちょっと細めのペンも使っていきますので、できればちょっと準備をしていただいてですね、これから講義受講していくようにしてください。なので電卓等々ない方はですね、一旦これ受講を止めていただいて、準備をしていただいた上でこの後の講義ですね、受講を続けるようにしてください。はい、では中身入っていきます。そのまま演習対策テキストの、では、端書きだったり目次等々を飛ばしていただきまして、では1ページ目開いてください。はい、1ページ目開いてください。はい、1ページ第1編、取引事例比較項と書かれている扉のようなところを見てください。はい、1手法目は取引事例比較項から学んでいきます。はい、1ページ第1編取引事例比較項というところを見てください。はい、よろしいでしょうか。では始めにと書かれている文言を見て、記述のところを見てください。はじめに、基準によれば取引事例比較項はまず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらにかかる取引価格に必要に応じて事情整備、事前修正を行い、かつ地域要因の比較で個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考慮し、これによって対象不動産の資産価格を求める手法である。この手法による資産価格を基準価格というと規定されています。まあ、定義重要ですね。
もうそろそろ論文対策としてもですね、こう定義パッパッパッと言えるようになっていただきたいんですが、取引事例からこう適用過程はざっくりと言うと、まあ、4つですかね、4つ。まずは、事例を収集選択する必要があります。事例の収集選択ですね。で、続いて、事情補正。で、さらには、時点修正。さらには、地域要因の比較、個別的要因比較ですね。要因比較を行うことによって、対象不動産の基準価格を求めていくのが、取引事例比較法ということになってきます。適用過程、ざっくり言うと4つですね。事例の収集選択、で、事情補正、時点修正、要因比較ということになってきます。で、このうちでは第2段落見てください。試験ではあらかじめ取引事例が収集されているため、適切な事例の選択以降の作業を行っていくことになります。本試験においてはあらかじめ取引事例が集められています、収集されています。じゃあ先ほどの平成30年度の本試験問題で実際見ていきましょうね。で、これ先ほどの平成30年度の本試験問題です。で、こちらのでは13ページですね。13ページ。はい、13ページ、資料3という形で、標準値、取引事例等の概要というのが、まあ、表の形で示されています。で、一番上がこれね、地下工事ですね。標準値の概要が示されてまして、で、下3つが取引事例、いろはという形で、あらかじめ3つの取引事例がこれ収集されています。あらかじめ表の形で問題用紙で事例ね、いろはという形であらかじめ取引事例がこう収集されています。で、これ全て採用するわけじゃなくて、ここから適切な事例を選択していくという作業から皆さんの判断が必要になってくるということになります。はい、でまた1ページ戻っていただきまして、1ページはい、最終段落、最終2行見てください。試験において取引事例加工は更地に適用することが通常であるため、本編では基本である更地加工を求める場合に学習をしていきます。取引事例加工を適用して更地価格を求める、これ今までの演習問題過去問で必ず行うべき処理として出題されています。取引事例加工を適用して更地価格を求める、これ必ず今までの本試験で出されていた処理ということになっていきます。まずはこの基本ですね、取引事例価格を適用して更地価格を求める過程について学んでいきます。はい、では2ページ進んでください。はい、2ページ、ローマ数字1、取引事例価格を適用のフローですね。先ほどの定義がナンバリングされてフローですね、流れで示されています。定義の流れがナンバリングされてフローの形で示されています。で、このうち丸4、丸5、丸6のところを見てください。丸4、5、6見てください。丸4、取引事例の個別適用の標準化補正、丸5、地域要因の比較、丸6、対象不動産の個別適用の格差修正ですね。これ何を行っているかというと、要因比較、要は地域要因の比較、個別的要因の比較を行っているのが ⑤⑥⑥⑥ ということになってきます。で、要因比較のやり方が取引事例比較のところで、基準のところでこう前段と後段で分かれて要因比較のやり方が示されているのを覚えてますかね。要因比較のやり方が2通り取引事例比較のところで示されていました。前段がいわゆるこう直接的な要因比較の方法です。一方、後段がそれぞれの地域における個別的要因が標準的な土地を設定して間接的に要因比較を行う方法が後段です。で、今確認したこの ⑤⑥⑥⑥ というのは、これそれぞれの地域における個別的要因が標準的な土地を設定して間接的に要因比較を行う方法が示されています。じゃあもう少し具体的に3ページ真ん中、図のようなところを見てください。はい、3ページ真ん中、図のようなところを見てください。では同一受給圏内の、右側近隣地域に、まずは500平米の対象不動産が損しています。で、一方、同一受給圏内の左側類似地域内において400平米の取引事例が損します。
取引価格が1億トンで640万円、面積であった単価が26万6千円と示されています。で、要因比較というのは対象不動産と取引事例の要因比較、地域要因の比較、個別適用の比較を行って、で、要因格差を把握して、要は取引事例の価格から対象不動産の価格を求めていくのが要因比較の具体的な内容ということになってきます。要因を比較することによって要因の格差を把握して、取引事例の価格から対象不動産の価格を求めていくのが要因比較の具体的な内容ということになってきます。で、直接比較というのは取引事例と対象不動産を直接的に比較をするってやり方ですよね。ただ不動産というのは個性が強いので、直接比較をしてしまうとそれぞれの価格の違いが、そもそも損する地域が違うからなのか、いやいや、それぞれの不動産の個性が違うからなのか、何が原因かが、個性が強いので直接比較をしてしまうと把握が難しくなってきます。なので、それぞれの地域において標準的な土地というものを設定することによって比較の精度を高めていきます。つまり近隣地域、類似地域、それぞれ標準的な土地を設定します。そうすると標準的な土地と対象不動産だったり事例不動産を比較すれば、それぞれの個性が際立っていきます。さらにはそれぞれの地域における標準的な土地同士を比べると、標準的な土地の価格というのはそれぞれの地域の価格水準を表しています。なので、それぞれの地域の標準的な土地同士を比較すれば、地域の違いを把握しやすくなってきます。地域の違いが早く、ね、把握しやすくなっていきます。標準的な土地を介在させることによって個性が際立ってきて、地域の違いも把握しやすくなる。比較の精度を高められ方が、それぞれの地域における個別的要因が標準的な土地を設定して行う方法ということになってきます。なので、下の説明文、地域要因や個別的要因の比較は、通常それぞれの地域における個別的要因が標準的な土地を設定して行う方法を用いていきます。実務においても演習においても、ある意味原則的にはこの間接的な要因比較のやり方で要因比較を行っていくのが通常なんだということになってきます。で、この間接的な要因比較の方向ですね、事例の価格から対象不動産の価格を求めていく、適用過程としてはこう3段階の適用過程で事例の価格から対象不動産の価格を求めていきます。まずは第1段階ですね、取引事例と事例の損する類似地域内の標準的な土地を比較して、で、事例の個性をなくして事例の損する類似地域内の標準的な土地の価格を求めていきます。それ標準化補正と言います。事例の個性をなくして事例の損する地域の標準的な土地の価格を求めていくことを標準化補正と言います。で、続いてそれぞれの地域の標準的な土地同士を比べることによって、要はそれぞれの地域の価格水準を比べることによって、事例の損する地域の地域性をなくすことによって、対象不動産の損する近隣地域の価格水準、要は近隣地域の標準的な土地の価格を求めていく、これ地域要因の比較ということになってきます。標準的な土地同士を比べることによって、要は地域の価格水準を比べることによって、事例の損する地域の地域性をなくすことによって、近隣地域の価格水準、近隣地域の標準的な土地の価格を求めていく、これ地域要因の比較ということになってきます。で、最後に近隣地域内の標準的な土地に対して対象不動産の個性を反映させることによって対象不動産の価格を求めていくのが、この丸6ですよね、個別的要因の格差修正ということになってきます。間接的な要因比較の方法というのは、適用過程としては3段階、事例の価格から対象不動産の価格を求めていくためには、まずは第一段階として事例の個性をなくしていく丸4標準化補正、続いて事例の損する地域の地域性をなくしていく丸5地域要因の比較、で、最後対象不動産の個性を反映していく丸6ですね、個別的要因の格差修正ということになってきます。で、この適用過程がもう一度2ページ、この丸4、丸5、丸6という形で示されていました。丸4、取引事例の個別的要因の標準化補正。丸5、地域要因の比較。丸6、対象不動産の個別的要因の格差修正ということになってきます。
これ間接的な要因比較の方法ということになってきます。で、取引事例過去の適用というのは具体的には計算式を使って行っていきます。はい、下映ってください。計算式が示されています。基準値を100とした取引事例過去の計算式と略号が示されています。まずは略号ですね。ちょっと濃いめのゴシック体でそれぞれですね、左からこと時表地こ面という形でこれ略号ですね、略号が示されています。一番目のところに濃いめの文字でゴシック体で左からこと時表地こ面という形で示されています。略号です。これらはそれぞれの場面においてどのような処理を行っているのかを略号の形で示している、そういったこのものになってきます。それぞれの場面でどのような処理を行っているのかを示している略号です。具体的には下の枠の中見てください。こと時というのはこれ時情勢のことです。時というのはこう時点修正のこと、表というのが取引事例の個別適用の標準化補正で、地というのが地域要因の比較で、個というのが対象動作の個別適用の格差修正で、面というのが面積の反映を行っていく処理ということになってきます。で、この式の中であらかじめこう100が入っているところがありますね。式の中で100が入っているところ、時情勢の分子、時点修正の分母で、標準化補正の分子、地域要因の比較の分子、個別的な格差修正の分母ですね。あらかじめ100が入っているところがあります。これらは基本的には所要前提とすべきもので、こう計算不要な部分ということになってきます。まあ、100を入れれば足りるね、処理ということになってきます。計算式であらかじめ100が入っているところありますね。これは所要のものとして計算不要ですね。100という数値を代入すれば、ね、処理としては、ね、足りるものということになっていきます。なので文書が書かれているところありますね。例えば事情線の分母のところ、取引事例の取引事情にかかる補正率ってありますね。これを大量の問題文の中から数値を探し出して、その数値をこの文書のところに代入をしていくってことですね。そういった処理が必要になってきます。でこうざっくりまずね、イメージとしましては、こう分母分子何を入れるかってイメージですね。ざっくりと この分母の方には何を入れるべきかというと、これは事例資料の数値を入れていきます。事例資料、つまり取引事例加工です。そう、省略形で分母にはこれ取引事例の数値を入れていきます。分母には事例資料、取引事例加工ですと取引事例の数値を入れていく、そんなイメージです。で、分子には何を入れるべきかというと、求めるべきもの、つまりは分子には対象不動産で、省略形対象不動産の数値を入れていくのが分子ラインということになっていきます。分母下のラインには事例資料、つまり取引事例の数値を入れていきます。で、一方上のライン、分子には求めるべきもの、対象不動産の数値を入れていくのが上のラインです。まずはざっくりとそんなイメージでこの計算式に入れるべき数値ですね。イメージとしましては、分母には取引事例の数値、分子には対象不動産の数値を入れて計算していくんだってことで、まずは大枠ですね、しっかり固めるようにしておいてください。はい、じゃあ一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第一ユニット講義の方を終了いたします。はい、で第2ユニット講義の進めていきましょう。ではテキスト2ページ開いていただきまして、ではこの取引事例加工の計算式ですね、具体的な数値を使いましてもう少しですね詳しく確認をしていきます。はい、3ページ上、計算例と書かれているところを見てください。3ページ上、計算例と書かれているところを見てください。この計算例の中のこの枠の中にですね、枠に資料に基づく数値を入れて計算をしていきます。で、式のところで1から7、8というかこうナンバリングされてますよね。このナンバリングはこの先ほどの2ページのこの取引事例かこのフローのこのナンバリングと対応しています。で、それぞれの適用過程ごとに留意点が3ページ下に示されています。3ページ下にそれぞれ適用過程ごとの留意点が示されています。留意点と合わせて代入すべき数値を確認していきましょう。
まずは取引時価格のスタート時点ですね。取引価格から基準をしていきます。では使うべき取引価格はってことですね。はい、その留意点見てください。はい、留意点見てください。留意点1、通常単価による基準であるので最後に対象動産の面積を乗じる必要があります。採用すべき取引価格は総額ではなくて、総額を面積で割った単価を使って基準をしていくのが通常なんだということになってきます。単価基準です。単価基準です。ただ求めるべき価格は総額として求めていきますので、最後面積を乗じる必要があります。スタート時点は単価なんですけど、結論は総額として求めていきますので、最後面積を乗じる必要があります。もう一度2ページ下の式のところを見てください。2ページ下式のところで左端見ていただくと、スタート時点、取引事例における土地価格（括弧晒しとしての価格）単価となっていますね。通常単価基準です。単価からスタートしていきます。ただ結論として求めるべきものはこの右端、取引事例から基準した価格、総額となってます。総額です。総額、単価スタートで結論総額なので、最後ですね、左の上に面積をかける必要があります。で求めるべき総額というのは、これ対象不動産としての総額を求めていきますので、かけるべき面積はこれ対象不動産の面積ですね。対象不動産の面積をかけていきます。なので3ページ留意点のところですね、かけるべき面積は対象不動産の面積をかけていきます。対象不動産の面積をかけていきます。では数値ですね、真ん中図のところ見てください。使うべき取引価格はこの総額の1億飛んで640万じゃなくて、これを400平米の面積だったこの26万6000円ですね。この単価を使って批准していきますので、この単価を引っ張ってきまして、はい、上のところ26万6000円ですね。こう単価からスタートしていきます。単価批准です。使うべき取引価格は単価を使っていきます。単価批准ということになっていきます。続いて事情補正です。事情補正についてはこの後詳しくやっていきます。でここでは120という数字が与えられていて、それを分母に代入したとしていきましょう。詳しくはこの後やっていきますので、ここでは120という数字が与えられていて、それで分母に代入したとしましょう。では続いて時点修正です。時点修正、下の留意点の丸3見てください。留意点丸3見てください。取引時点を100とした取引事例ごとの時点修正率をチェックしていきます。時点修正率というものを時点修正にあたってはチェックしていきます。時点修正率というのは取引時点を100とした場合の事例ごとのこれ価格時点の指数が時点修正率という形で示されています。取引時点を100とした場合のそれぞれの事例ごとの価格時点の指数が時点修正率という形で示されています。では一番上の式のところを見ていただいて、では問題文で時点修正率が 101.2 と与えられていて、それをでは分子に代入したとしましょう。101点ですね。101点、これはどういった数字かと言いますと、要は取引時点を100とした場合の価格時点の指数が 101.2、 つまり取引時点から価格時点までの間に価格水準が 1.2% 上昇しているんだとの数字ということになってきます。 101.2、 この時点修正率は取引時点を100とした場合の価格時点の指数です。要は取引時点から価格時点までの間に価格水準が 1.2% 上昇している、そういった意味の数字です。で代入すべきものは取引時点の数値ではなくて価格時点の指数です。価格時点、つまりこれ対象不動産に関わる数値です。取引時点の指数じゃなくて価格時点です。つまり対象不動産に関わる数値は分子に代入するということですね。対象動作に変わる数値は上のライン分子に代入していきますので、時点修正率はこれ分子補正ということになってきます。分子に 101.2 を入れていきます。
取引時点の指数じゃなくて価格時点、要は対象不動産に関わるですね、指数、時点修正率ですので、対象不動産に関わる数値は分子に代入をしていきます。では続いて4、標準化補正です。事例の個性をなくしていきます。なのでチェックすべきものは、はい、下留意点の4見てください。留意点4、取引事例の個別適用にかかる評点をチェックしていきます。取引事例の個別適用にかかる評点をチェックしていきます。では具体的な数値を使って、はい、真ん中図のところを見てください。では事例の損する類似地域内の標準的な土地の評価の点数、評点と言います。評価の点数、評点が100と与えられていたとしましょう。事例の損する類似地域内の標準的な土地の評価の点数、評点が100と与えられていたとしましょう。それに対して取引事例、例えば全面道路の道幅が狭いとかでマイナス 2% の減価が発生していて、評価の点数が例えば98という形で与えられていたとしましょう。事例の損する地域の標準的な土地の評価の点数、評点が100、それに対して取引事例の評価の点数、評点が98と与えられていたとしましょう。ではこういった場合において、では事例の損する標準的な土地の価格から取引事例の価格を求める場合には、評点が100と98と与えられている場合、これ計算はどのように行うべきでしょうかね。標準的な土地の価格から取引事例の価格を求める場合には、評点が100と98と与えられている場合には、これはかける0.98をすればいいってことで、これ分かりますよね。100と98と評点が与えられているので、標準的な土地の価格から取引事例の価格を求めるためにはかける0.98をすればいいということです。では逆に取引事例の価格から事例の個性をなくして標準的な土地の価格を求める場合には、要は標準化補正を行う場合には計算はどのように行うべきかというと、これ逆の計算をすればいいということですね。つまりは標準化補正というのは割る 0.98 を行っていけばいいということになってきます。逆の計算ですよね。評点が198と与えられてますので、取引事例の価格から標準的な土地の価格を求める場合には、事例の個性をなくして標準的な土地の価格、標準化補正を行う場合には割る 0.98 を行えばいいです。で、鑑定理論においては割り算は扱いづらいので掛け算の形にします。で、それを分数表示にしたものが、はい、上の式のところ4ですね、かける98分の100です。これ割る 0.98 を行っています。かける98分の100というのは割る 0.98 を掛け算の形で分通表示にしたものです。これ割る 0.98 をしています。で、代入すべき数値はもう一度留意点の4、取引事例に関わる数値ですね。取引事例に関わる数値は分母に代入していきますので、なのでこの事例の評点98を分母に代入していきます。標準化補正は分母補正です。入れるべき数値は取引事例の個別適用にかかる評点ですので、取引事例に関わる数値は分母に代入をしていきます。標準化補正は分母補正ということになってきます。続いて5、地域要因の比較です。事例の損する地域の地域性をなくしていきます。チェックすべきものは、はい、では留意点の5見てください。留意点5、取引事例の損する地域の地域要因にかかる評点をチェックします。チェックすべきものは、取引事例の損する地域の地域要因にかかる評点ということになってきます。やっぱり真ん中図のところを見ていただいて、では近隣地域の評価の点数が100と与えられていたしましょう。近隣地域の評価の点数、評点が100、それに対して類似地域、例えば近隣地域よりも駅に近いという形でプラス 15% で115という形で評点が与えられていたとしましょう。近隣地域の評点が100、類似地域の評点が115。では近隣地域の価格水準から類似地域の価格水準を求める場合には、評価の点数が100、115と与えられている場合には、計算としましてはこれかける1.15をしていけばいいということでね。では逆に類似地域の価格水準から近隣地域の価格水準、要は類似地域の標準的な土地の価格から
近隣地域の標準的な土地の価格、要は地域用の比較を行う場合には、計算としましては、これ割る1.15を行えばいいということね。割る1.15です。やっぱり割り算は使いづらいので、掛け算の形にして分数表示にしたものが、はい、上の式のところ、この丸5ですね。かける115分の100です。これ割る1.15を行っています。割る1.15を掛け算の形で分数表示にしたものが、かける115分の100ということになってきます。で、これ代入すべき数値は、もう一度留意点、取引事例に関わる数値です。取引事例に関わる数値は分母に代入していきますので、地域要因の比較も分母に数値を代入していきます。分母補正です。入れるべき数値は、取引事例の損する地域の地域用に代わる評点、取引事例に代わる数値は分母に代入です。分母補正ということになってきます。で、1点注意点がありまして、下の留意点、丸5の続きですね。丸5の続き、1行目後半、取引事例が近隣地域に損する場合は、地域用の比較は不要となります。ブランクバーを記入する必要があります。つまりは、図のところ、取引事例が対象動産と同じく、こう近隣地域内で損する場合がありえますよね。近隣地域内で損する場合が。その場合には、これ、地域要因を共通にしています。つまり、地域要因の比較が不要ということです。その理解を示すために、この分母のところに、ブランクですよね。バーを入れて処理を行っていきます。地域要因の比較は不要なんですよって理解を示すために、この分母の枠の中にこうブランクバーを入れて理解を示す必要があります。続いて、丸6、個別適用の格差修正です。対象動作の個性を反映していきます。なので、チェックすべきものは、はい、留意点の丸6、はい、留意点丸6、対象動作の個別適用にかかる評点をチェックしていきます。チェックすべき対象は、対象不動産の個別適用にかかる評点ということになってきます。なので、図のところでは、対象不動産の損する近隣地域における標準的な土地の評点が100と与えられていたとしましょう。近隣地域内の標準的な土地の評価の対する評点が100、それに対して、例えば対象不動産過渡地とかで使い勝手がいいので、プラス2%の増加が発生していて、評価の点数が102という形で与えられていたとしましょう。標準的な土地の評点が100で、対象不動産の評価の点数が102ですね。では、近隣地域の標準的な土地の価格から対象不動産の価格を求める場合には、評点が100、102と与えられている場合、計算はこれどのように行うべきでしょうかね。計算はこれ大丈夫ですよね。これかける1.02を行えばいいということね。かける1.02すればいいということです。で、これを分数表示にしたものが、はい、上の式のところ、かける100分の100理ですね。これかける1.02を行っています。かける1.02を分数表示にしたものが、かける100分の100理です。で、これ入れるべきものは、もう一度留意点の丸6、対象不動産に関わる数値です。対象不動産に関わる数値は、上のライン、分子に代入します。つまり、個別適用の格差修正は、3ページで、これ分子補正です。分子に102、対象不動産の個別適用に関わる評点を代入していきます。個別適用に関わる評点は分子補正ということになってきます。で、最後、求めるべきものは総額なので、面積をかける必要があります。かけるべき面積は、真ん中図のところ、この左、事例の400平米じゃなくて、求めるべき対象不動産のこの500平米ですね。結論は、対象不動産としての総額を求めていきますので、この対象不動産の面積ですね、500平米を最後かける必要があります。で、数字全部代入し終わりましたので、こう電卓を使って計算をしていきます。で、計算としましては、上のライン、分子というのは結局これ掛け算をしていけばいいということですよね。一方、分母下のラインというのは、要は割り算を行っていけばいいということになってきます。例えば、事情補正のところを見ていただくと、これかける100で割る120という形で処理をしていくということですね。ただ、もう少し効率的に電卓はですね、打っていきます。はい、下の効率的な電卓の使用法というところを見てください。
文章、標点等を100で除した数値を入力することで処理を簡便化していきます。これどういったことかと言いますと、ではじゃあまた事情補正のところを見てください。標点分母分子を100でね割っていきます。そうするとこれそれぞれ100で割りますと、これ分母は分子はこれ1になって計算不要となりますよね。なので分母120をこれ100で割った1.2 ですね。つまりこれ割る 1.2 という形で電卓では打っていけばいいんだということになっていきます。分母分子をですね100で割って、そうすると分子がこう1になって計算不要になりますので、分母120を100で割った 1.2 で分母なので割る 1.2 という形でこう電卓入力していけばいいということになっていきます。で同じように例えば ⑥ 個別適用の格差修正、分母分子100で割りますと、分母をこれ100で割ると1になっては計算不要になりますね。なのでこの分子の102を100で割った、要は分子なんでかける1.02を電卓で打っていけばいいんだということになってきます。では踏まえて、じゃあ効率的な電卓の仕様ですね。ではお手元電卓を準備してください。電卓を打っていきましょう。はい、お手元電卓を準備してください。はい、電卓打っていきますね。お手元テキスト見ながらですね、電卓を準備してください。はい、では電卓打っていきます。まずスタート時点は取引価格ですね、単価です。では266,266,000入力してください。266,000入力してください。で続いて事情補正です。分母分子100であります と、分子計算不要なので分母に120があります。なので120を100で割った 1.2、 分母なんでこれ割る 1.2 を行っていきます。では割る 1.2 入力してください。割る 1.2 です。続いて時点修正、分子に 101.2 がありますので 101.2 を100で割った 1.012、 分子なんでこれかける 1.012 を行っていきます。ではかける 1.012 です。かける 1.01 に入力してください。では続いて標準化補正、分母に98があります。98を100で割った 0.98、 分母なんで割る 0.98 で、ここで1点注意がありまして、テキスト下に矢印、この 0.98 入力する際は0は入力不要で 0.98 と入力すれば自動的にこれ表示することになります。つまりは電卓用意していただいて、割る 0.98 というのは、いちいちね、割る 0.98 と入力しなくても、では、割る 0.98 です。割る 0.98。そうすると、勝手にこう 0.98、0は自動的に入力されることになります。割る 0.98 で、勝手に 0.98 ですね、入力されることになっていきます。では、続いて、地域要因の比較。分母に115があります。115を100で割った 1.15、分母なんで、割る 1.15 ですね。では続いて割る 1.15 を入力してください。割る 1.15 です。割る 1.15。 続いて個別適用の格差修正です。分子に102があります。102を100で割った 1.02、 分子なんで掛け算ですね、かける 1.02 です。かける 1.02 入力してください。かける 1.02 です。で最後面積ですね、対象不動産の面積500平米をかけていきますね。かける500でイコールをしてみてください。そうすると10151485みたいな形で結論が出てると思います。でそのまま表示をしていただいて、一点注意点がありまして、ではテキスト留意点の一番下ですね、8見てください。はい、留意点一番下8、総額は通常上位4桁目を処分して上位3桁を有効数字として求めていきます。結論としての総額は上位3桁を有効数字として求めていきます。上位4桁目を処分して上位3桁有効数字として求めていきます。なのでお手元もう一度電卓を表示していただきまして、今結論としましては10151485ですね。なので上位4桁目5を四捨五入して、結論としましては1億飛んで200万円ですね。そういったこれ結論になっていきます。はい、式のところは結論が1億飛んで200万円とこれ求められます。で四捨五入した場合に使ってもらいたい記号がありまして、これそれがこの
イコールの上下で点がついてるの、これニアリーイコールと言ったりします。これ四捨五入した時に使っていく記号ですね。四捨五入した時に使っていくニアリーイコールという記号になってきます。はい、大丈夫ですかね。じゃあもう一度だけこの取引事例括弧ですね、じゃあ打っていきましょう。はい、じゃあもう一度数字で、ね、打っていきましょう。効率的な電卓の使用法というところを見てください。使うべきものは取引価格の単価266000で、続いて自浄性ですね。分母に120がありますので、120100で割った 1.2、 分母なんで割る 1.2、 割る 1.2 ですね。で、続いて自転修正、分子に 101.2 ですね。で、 101.2 を100で割った 1.012 ですね。分子なんでかけるだね、かける1.012、かける1.012、かける1.012。で、続いて標準構成、分母に98があります。98を100で割った 0.98、 分母なんで割る 0.98。 ただ0は入力する必要ありませんので、割る0.98ですね、割る0.98です。勝手に 0.98 と表示されます。続いて地域用事比較、分母に115があります。115を100で割った 1.15、 分母なんで割る 1.15 ですね、割る 1.15 で、個別的な格差修正ですね。分子に102があります。102を100で割った 1.02、 分子なんでかける1.02ですね、かける1.02。で、最後ですね、面積かけていきます。対象動作の面積500平米ですね、かける500でイコールしますと101514で、上位4桁目試合購入して1億トンで200万円という形で総額として結論が求められるということになっていきます。とにかく取引事例加工はそれぞれのところにどこに何を入れるのかってことですね。結局はどこに何を入れるのかってことです。これ繰り返しやっていけばもうね、迷わずに当たり前に入れられるようになってきますので、とにかく繰り返し電卓を自分で打ってこう代入していって、こう取引事例加工をですね、計算していくということです。慣れてくればですね、もうね、全然迷うことなく入れるべき数値ですね、代入することができます。とにかく初期段階はどこに何を入れるかね、意識しながらご学習をしていくようにしてください。ではそれぞれの適用過程ですね、もう少し詳しく確認をしていきましょう。では4ページ進んでください。はい、まずは事例の選択から確認をしていきましょう。これ何でもかんでも事例選択できるわけじゃなくてですね、要件が必要ですね。2行目縦位置、事例選択4要件というものを満たす必要があります。では本文、基準は取引事例は原則として近隣地域または同一自給圏内の類似地域に損する不動産にかかるもののうちから選択するものとし、必要やむを得ない場合には近隣地域の周辺の地域に損する不動産にかかるもののうちから、対象不動産の最優交渉が標準適正と異なる場合等には同一自給圏内の代替競争不動産にかかるもののうちから選択するものとする。で、ご指摘飛ばして、ほか次の要件の全部を備えなければならない。1、取引事情が正常なものと認められるものであること、また正常なものに補正することができるものであること。2、自転修正をすることが可能なものであること。3、地域用に比較及び個別的用に比較が可能なものであること。事例選択4要件ですね。キーワードで言うならば、ゴシック体のところ。1要件目が価格懸念性もしくは場所的同一性。で、2要件目が事情の正常性または正常補正可能性。で、3要件目が自転修正可能性。で、4要件目が要因比較可能性ということになってきます。特に重要なのは1要件目ですよね。ズバリライバルとなる事例を選びなさいというのが1要件目の意味する内容ということになっていきます。で、1要件目というのはまず場合が大きく2つに分かれてきますよね。論文対策、1要件目というのは場合が大きく2つに分かれてきます。通常の場合とそうでない場合です。要は最優交渉が標準的仕様と一致する場合と異なる場合です。最優交渉が標準的仕様と異なる場合に選択すべき取引事例はどんな事例かと言いますと、それは同一自給圏内の代替競争不動産を選ぶ必要があります。ただ今までの演習問題で同一自給圏内の代替競争不動産を選ばせるような問題は出たことはありません。では通常の場合、最優交渉が標準的仕様一致する場合ですね、やっぱり場合が原則論と例外論で分かれていきます。例外論というのは必要やむを得ない場合ですね。近隣地域だったり同一自給圏内の類地域に損する事例が例えば地上げになっているとかでこう使えないような、そういった必要やむを得ない場合にはどういった事例を選ぶかというと、近隣地域の周辺の地域に損する
事例を選ぶんだってことになってました。ただやはり今までの演習問題で近隣地域の周辺の地域に損する事例を選ばせるようなそういった問題は出題されたことはありません。なので事実上演習問題の一要件目というのは1行目、近隣地域または同一受給圏内の類似地域に損する事例を選びなさいというのが演習における1要件目ということになってきます。で4要件目見てください。要因比較の可能性があるものですよね。まあ地域要因、個別的で比較が可能なもので、個別的要因に比較が可能なものというのはこれ言葉を言い換えると同類型のもの、同じ類型のものを選びなさいってことです。つまり更地について取引事例価格を適用する場合には同じ類型の更地の取引事例を選択しなさいというのが個別的要因の比較が可能なものということです。ただなんか異類型の取引事例を選ぶことができる場合がありましたよね。同類型のみならず異類型の取引事例や複合不動産の取引事例を選ぶことができるようなそういった場面ってありましたよね。それ何かの方法を適用していくんですけど、何の方法を適用するかというと、それはすぐ下ですね、やっぱりこう配分法を適用する場面が異類型の取引で採用できる場面です。本文、更地価格を求める場合の取引事例以下項では複合不動産取引事例について配分法を適用することがあります。異類型複合不動産の取引事例に配分法を適用して更地の事例資料を求める場合があります。じゃあ配分法というのは次の段落、基準は取引事例が対象不動産と同類型の不動産の分を内包して複合的に構成されている異類型の不動産にかかる場合においては当該取引事例の取引価格から対象不動産と同類型の不動産以外の分の価格が取引価格等に判明するときはその価格を控除し、ここまでがまあ前半1方法目ですよね。でまたは当該取引事例について各構成分の価格の割合が取引価格新規投資等に判明するときは当該事例の取引価格に対象不動産同類型の不動産の分にかかる構成割合を乗じて対象不動産の類型にかかる事例資料を求めるものとする、これは配分法と言います。方法としては前段と後段で2つの方法があります。更地について適用する場合には複合不動産の取引価格からまずは相手方の建物価格を控除することによって更地の事例資料を求める、これ控除法と言ったりします。で後段が複合不動産の取引価格に更地価格の割合ですね、更地の構成割合を乗じることによって更地の事例資料を求めていくのが後段、これ割合法と言ったりします。で2つの方法があるんですが、ただ5ページ上演習問題においては前段のいわゆる控除法を適用させるのが通常となっていきます。実務においても演習においても、まあ、いわゆる控除法を適用するのが通常です。なかなか割合法というのは実務においても適用はねほとんどできないです。なので試験対策としてはこの控除法の方をしっかりとマスターしておけば十分ということになってきます。2行目、更地の事例資料配分法いわゆる控除法を適用して求めることができる場合の要件が一応3要件示されています。更地について控除法を適用する場合の3要件ということになっていきます、はい、まずは1要件目括弧1ですね。事例不動産が更地部分を内包している複合不動産、需要の建物その敷地または貸し屋その敷地であることになっています。更地評価対象は何かというとこれ所有権です。なので複合不動産の敷地利用権が所有権であることが必要です。具体的な類型としましては括弧の中ですね、地建てか貸し屋敷の取引事例なければまずはダメなんだというのが1要件目ということになってきます。敷地利用権が所有権であります複合不動産、具体的には地建てもしくは貸し屋敷の取引事例なければならない。なので例えば借地権付き建物の取引事例、敷地利用権は借地権ですね、所有権ではありませんので更地を内包していないので配分法を適用して更地価格を求めることはできないということになってきます。続いて2要件目括弧に見てください。取引価格の内訳が判明していることまたは建物価格を求めるための資料が与えられていることです。2要件目は一体としての取引価格総額のみならず土地価格建物価格内訳が示されている、もしくは内訳が示されていない場合には控除すべき建物価格を求めるための資料が与えられていることですね。これは2要件目です。
取引価格の内訳が示されている、もしくは控除すべき建物価格を求めるための資料が与えられていること、これが2要件目ということになってきます。続いて3要件目、まあ、特にこれ更地については重要なんですけど、括弧3、敷地が最有効使用の状態であることが必要です。更地常に最有効使用が可能な類型です。なので配分法を適用する場合の取引事例も、敷地が最有効使用の状態にあるものを採用する必要があるんだということになってきます。これ更地について配分法控除法を適用する場合の必要な3要件ですね。3要件、地建て貸屋敷敷地料金が所有権であることで、内訳もしくは控除すべき建物の価格を求めるための資料が与えられていること、でさらには敷地が最有効使用の状態であること、この3要件が必要になってきます。踏まえてカッコさん見てください。不採用事例と書かれているところを見てください。本試験では事例の選択要件照らして不採用とすべき事例があれば、その事例番号及び不採用とすべき理由を述べることが求められる場合があります。本試験ではどの事例を採用したというよりも、どの事例を採用しなかったのか、不採用事例とその理由を回答例に記述することが求められる場合があります。要は事例選択4要件のいずれの要件を書くのか、複合不動産の場合には配分法を適用する場合の3要件のどの要件を書くのかということをしっかりと回答例に記述することが求められる場合があったりするんだということになってきます。では具体的に確認する前に、じゃあ一旦ねちょっと切っておきましょう。はい、では以上をもちまして第2ルート講義の方終了いたします。